カエデの葉っぱを折ります。まずこちらを、縦横半分に折ります。こちらを三角に折ります。一度すべて広げます。こちらの角を中心に合わせております。こちらの辺を真ん中に合わせております。こちらの辺を、こちらの折り目に合わせております。一度広げます。こちらの袋を潰して角を尖らせます。反対側も折ります。裏返します。次に茎の部分を作ります。4分の1に切った紙を用意します。裏返してこちらをこれぐらいの幅でくるくると折っていきます。こちらのりをつけます。こちらの茎の部分をこちらの葉っぱに貼ります。こちらで完成です。